皆さんは歴代プロゴルファーの中でナンバーワンを決めるとしたら誰を思い浮かべるでしょうか？ジャンボ尾崎、青木功、中島恒幸の日本男子ゴルフ界を牽引した AON、 はたまた2000年代に入り世界を舞台に活躍を見せた宮里藍や松山英樹などレジェンド選手が多くひしめくゴルフ界。そんな中、世界の舞台で圧倒的な成績を残したこの選手の名前を挙げる方も多いのではないでしょうか。岡本綾子、アメリカで日本人初の賞金女王に輝くなど数多くの功績を残したゴルフ界のレジェンド。世界の舞台に挑戦する選手も少なかった時代になぜ岡本はこれほどまでの活躍をすることができたのか。今回は岡本の成功の背景に隠されたエピソードや伝説を踏まえて解説していきます。なるようになる、あるがままを受け入れる岡本。岡本はもともとソフトボール選手として国体優勝などの実績があるアスリート選手でした。そんな岡本がゴルフを志したきっかけは、ソフトボールの縮小旅行でハワイを訪れた際に初めてゴルフをプレーしている人を目撃したことでした。もともとアメリカでの生活に憧れを持っていた岡本はゴルフをやればアメリカに行けるかもしれないという理由でゴルフを志すことになります。岡本は日本に戻り、周囲の反対を押し切って会社を退職。プロテストの準備をしながらゴルフ場での勤務を始めます。岡本は当時のことを、日本のプロテストを受けてすぐにでもアメリカに行きたかったんですが、そういうわけにもいかないので、まずは日本で実績を積みたいと考えていました。品種は買いましたけどね、と語りました。その後プロテストを無事に合格。その際に、将来の夢はアメリカに行ってプレーすることですとはっきり口にしており、当時のマスコミはプロとして何の実績もないのにアメリカに行きたいなんてと岡本のコメントを好意的には紹介しませんでした。岡本はこの発言で先輩のプロからも疎まれることになりますが、別に気にしていなかった。とにかくアメリカでプレーするために無駄なお金も使わずに生活していましたし、ゴルフは一人でも練習できますしねと自分の目標に向かってブレずに努力を重ねていきます。そしてついにプロになった翌年の1975年に行われたミズノゴルフトーナメントで初優勝。1981年にはその当時絶対女王と言われた樋口久子を破り、初めての賞金女王に輝きます。岡本のこの年の活躍は凄まじく、29戦で8勝を記録。驚異的な勝率を記録するとともに、女子としては初めて獲得賞金3000万円を突破。年間平均ストロークも新記録を叩き出しました。この圧倒的ともいえる成績を引っ提げ、岡本はついに LPGA ツアーに本格参戦します。その後のアメリカでの活躍はゴルフファンの皆様であれば周知の通りだと思いますが、 LPGA ツアーに参戦し始めた1982年から1992年の11年間で17勝を記録する活躍を見せます。特に1987年の活躍は驚異的なもので、アメリカ人選手以外で初めて LPGA ツアーの賞金女王に輝くことになります。日本でも岡本の偉業は大きく報じられ、世界の綾子としての認知が広まることになりました。ではなぜ岡本はこれほどまでにアメリカの地で成功を収めることができたのでしょうか。その一つの理由に、何事にもなるようになるとの精神で臨んでいたことが大きかったと言われています。その精神を物語る一つのエピソードがあります。日本から仲のいい記者が岡本の取材に訪れた際に、飛行機のせいで荷物が届かないんだと記者が岡本に愚痴をこぼしました。記者の荷物は航空会社の手違いでアメリカ国内を行ったり来たりしていた上に、窓口でも不誠実な対応を受けたため憤慨していました。しかし岡本は記者をなだめるために、 M さん、そんなことは何でもないとたしなめ、海外はアメリカはそういう国、日本とは違う。例えばアメリカのファストフード店でフルサービスを期待するのは大間違い、フルサービスを受けるにはそれ相応のお金を払う必要があると言い切ったのです。この言葉を聞いた記者は、環境を受け入れてある意味で悟ることはゴルファーにとっても大切なことだと思っていた私は、岡本がアメリカでのプレーにすぐ順応しているのもうなずけると語りました。初年度からアメリカの生活やプレーに順応した岡本は、 LPGA ツアーに本格参戦した1982年に早速初勝利を飾ることになります。岡本の勝負感がもたらした初優勝。31歳になった岡本のゴルフは油が乗り切った状態と言われ、 LPGA ツアーのレベルは高いと言われながらも、岡本はいつ優勝してもおかしくないと言われていました。そしてアメリカで4試合に出場し、
フロリダ開催のベントツリークラシックで2位となり、意気揚々とフロリダからアリゾナに移動して臨んだシーズン第5戦のことです。第5戦の舞台のランドルフ・ノースゴルフクラブがあるツーソンは砂漠地帯と言っていいエリアにあり、常に強い風の吹くタフなコンディションであることで有名です。ツーソンでの経験を岡本は後に、初めての街で毎日鼻血が出ていたことを覚えている、砂漠で乾燥しているからかななんて思っていたと振り返っています。ムニシパルのランドルフパークの一部であるゴルフ場はノースとサウスの36ホールで構成されており、コース形状はフラットな林間コース。風の強いゴルフ場での試合ということもあり、ショットの練習を入念に行う選手が多い中で、岡本は一人練習グリーンで調整を続けました。これには風でグリーンの状態がコロコロ変わるのと、背中から風を受ける時のパッティングを確認したいという岡本の狙いがあるものでした。出場選手が泊まるホテルは歩いて道路を渡ればコースという最高の条件であり、岡本もここなら毎日練習できる環境が揃っていると言い、毎朝ホテルで飼っている犬にみんなおはようと言ってコースに出るので、自分も同じように挨拶をしてコースに向かっていましたと、ホテルとコースを気に入っていました。岡本は初日2番から3連続バーディーを奪って幸先のいいスタートを切ります。しかしその後貯金を吐き出し、イーブンパーでバックナインに突入します。後半は2つのバーディーを取り返し、2アンダーで首位タイに躍り出ることに。初日を終えた岡本は初優勝に向けてと流行る報道陣を制するように、あまり欲を出さずにマイペースで行くつもりというコメントを残しています。その後岡本は2日目をイーブンパーでまとめ、3日目は3バーディー1ボギーの通算4アンダーで1打差3位タイの好位置をキープし、最終日に向かいます。岡本は最終日最終組でプレーし、初優勝を狙うリゾが優勝争いから脱落する中、13番14番でバーディーを奪った岡本が伸び悩んでいたトップのオルコットをついに捉えます。上がりの17、18番は難ホールでしたが、岡本は共にパーでまとめ通算7アンダーでホールアウト。トップで最終日を迎えたオルコットは上りの2ホールでボギー、ダブルボギーと崩れ、優勝争いから陥落。勝負の行方は最終日にビッグスコアをマークしたサリー・ビートルと岡本のプレーオフに持ち込まれることになりました。岡本はプレーオフに入る際の心境を、目標だった3位以上は確定しているし、あとはなるようになるって気持ちでプレーしていました。でも大会前から練習していたパター勝負になれば私が有利かなとは思っていたんですと振り返りました。サドンデス方式で行われたプレーオフ、1ホール目の10番は共にパー。リトルのバーディーパットがカップをかすめてヒヤリとしましたが、岡本は動揺した素振りを見せずに2ホール目の11番へ向かいます。そして11番ホールも両者パーオンし、勝負はグリーン上に持ち込まれました。先にバーディーパットを打つことになったリトルは勝負をかけ、薄いラインで強めにパットし、これがカップギリギリをかすめます。この時岡本はリトルのパットを見た時、勝負をかけないと勝てないと思いました。しかも偶然なのか、試合前によく練習していた距離とラインが残っていて、しっかり打つことができれば入ると思ったんです。でも外れたらもう一度やり直せばいいって思えて、割と冷静に臨むことができましたと、ここでも岡本はあるがままを受け入れる気持ちで臨むことができていたと語ります。そしてやや薄めにラインを読み、6メートルのバーディーパットを強気で沈めた岡本はついにアメリカの地で初優勝を果たします。激戦を振り返った岡本は、長い一日でしたが最後にいいパットで締めくくれて本当に良かった、嬉しすぎて今日は眠れませんと国際電話でスポーツ紙の取材に答えました。後日岡本の初優勝は他のプロとは違い、勝負はグリーン上にあると読んだ勝負感がもたらしたものだと報じられました。初優勝から着々と勝ち星を積み上げた岡本は1984年に賞金女王のチャンスを迎えましたが、4歳下のベッツィ・キングに惜敗します。そして持病である腰痛の治療を乗り越え迎えた1987年の最終戦を前にして、岡本は再び賞金女王を獲得するチャンスを迎えたのです。日本の地で決めた賞金女王の栄冠。1987年の LPGA ツアー最終戦は日本の武蔵ヶ丘ゴルフコースで行われ、この時岡本は賞金ランクトップにいたキングを8300ドルの差で追いかけていました。岡本はこの頃パワーで圧倒していたプレースタイルからオールラウンドプレイヤーに転換しており、プレイヤーとしての円熟みが増していた時期でした。岡本自身も賞金女王になるチャンスはこれが最後かもしれないと
千載一遇のチャンスであることを感じていました。岡本が賞金女王になる条件は、この大会でキングが3位以下なら岡本は2位以上が求められる状況、さらに岡本が外国人初の賞金女王の座につく可能性があるとあってか、連日大ギャラリーが押し寄せ、アメリカ本土でも大きく報じられていました。この大会を岡本はなんとか平静を保って3日目まではプレーできていましたが、4日目はものすごいギャラリーと報道陣に囲まれて、私の緊張も最高潮でした。スタート前はトイレで手が震えっぱなし、1番のティーでもティーアップするときに手が震えていて、もうこんなに緊張しているんだからなるようになれってティーショットを打ったらど真ん中に、これで一気に今日私はやれるんじゃないかと思えたんですと振り返っています。最初のショットも緊張のあまり一度仕切り直そうかと思ったそうですが、いつの間にかバックスイングが始まってしまい、その流れに身を任せたら会心のショットを放つことができていたと語ります。最終日、岡本は首位と5打差の2位でスタートし、ライバルのキングは10位スタート。キングのスコアは岡本が頼まずともギャラリーから聞こえている状態でした。そしてバックナインに入り、岡本はこの時ギャラリーの誰かがキングが追いつきそうって声にしたんです。それが耳に入ったから私も攻めないと勝てないって思いになったんです。でも実は後でスコアを聞いたら、まだキングは私よりも下にいて、もちろん追い上げてきたんですが、バックナインが始まる時にもう一度気を引き締められたのが良かったですねと、攻めのゴルフでキングを引き離すことに成功しました。最終成績は岡本が首位に3打差の2位でフィニッシュし、4位に終わったキングを逆転して岡本が賞金女王に輝いたのです。全てのプレーを終えた岡本を待っていたのはグリーンサイドで待つ LPGA ツアーの選手たち。最初岡本は何事かと思ったと振り返るように、選手たちは岡本の賞金女王を祝福するために肩車で岡本を神輿のように担ぎ上げ、喜びを分かち合ったのです。岡本はゴルフ人生を振り返った時にこのシーンを、一生忘れない、私がプレッシャーを感じていたことを知ってくれていた選手たちからの祝福は一生の宝物になりましたと語っています。現役を引退した岡本は今でも解説者として活躍し、海外へ挑戦する若手ゴルファーたちを温かく見守っています。世界に羽ばたく女子ゴルファーに向けて、岡本は渋野日向子が全英女子オープンを制覇した際に、もう感無量、テレビを見ていた日本中の人たちが声を上げたと思う、樋口さん以外の日本人選手が誰もできなかったことが今実現されたんですからと喜びのコメントを寄せています。渋野と岡本はソフトボール出身という共通点があり、岡本は渋野の強さを、立て直しがうまい、ソフトボールで投手をやっていたことで一つの失投があってもそれを引きずっていたらチームメイトに迷惑をかけるという経験をしている、私にもそういうところがあったと分析しています。渋野が日本ツアーではなく LPGA ツアーに挑戦をすると宣言した際も、これで日本の女子ゴルフが変わるはず、今までちまちました感じになっていた日本のゴルフ界に風穴を開けてくれたので、これからも伸びていくことの努力を惜しまないでアメリカで勝負してほしいとエールを送りました。また全米女子アマ選手権で日本勢として37年ぶりに優勝した馬場咲希は、トーナメント会場で岡本と話すことができたことを、学びになることがたくさんあったと語りました。具体的にはこれからのゴルフ人生についてアドバイスをいただきました。私もアメリカに行きたい気持ちがあるのですが、まず日本のプロテストのこと、アメリカでの QT のことを教えていただき、うまくいってもいかなくてもポジティブに考えなさい、周りのいろんな意見を耳にするだろうけど気にしないで自分の思った道に進めばいいよと言っていただきましたと、まるでプロテスト合格後からすぐにアメリカを志した岡本自身に送るようなアドバイスを受けていたようです。岡本はこれからの日本勢が海外で活躍するためには、まずは向こうの生活に慣れることから、日本では考えられないような出来事にも遭遇するはずなので、それに慌てず、まあこんなものかとうまく付き合うことが成功の秘訣と言えますねと、今も昔も変わらずあるがままを受け入れる姿勢が必要と語っています。最後に岡本の凄さを物語る逸話として、帝王ジャック・ニクラウスが日本のゴルファーで、岡本彩子という素晴らしい人は知っているが男子はまだいないと言ったという話も残っています。それほど岡本の活躍は世界にもインパクトを与えたものだったということですね。今回は岡本彩子が海外で活躍できた背景やエピソードについて紹介しました。